よ大将ありがとうございます。ということで、なんか前に松坂牛が届いて食べるときは配信してみんなで食べようねとか言ってたので、松坂牛食べましょう。松坂牛を届いたよ。イエーイ、ありがとうございます。めちゃくちゃリハ終わりですっぴんごめんなさい、めっちゃすっぴんなんですけど、だるぎということで、私は鍋がよく好きでね、すき焼きとかをよく食べるんですけど、今日はこの松坂牛をすき焼きにして食べたいと思います。家族にも松坂牛を分けて食べたいと思います。あ、ある？家族の分でも少し分けたいと思います。ありがとうございます。本当に贅沢ですよ。本当にすごい、松坂牛とか食べないからみくんどんな味なのかめっちゃびっくり、気になっちゃう。はい、200g ですね、いただいたので食べたいと思います。いざ開封、まだ見てないんですよ。配信で見ようと思ってまだ開けてないから、今初めて開封します。ちょっとおばあちゃんこっちに行ってくれないかなこっちに、あ、ちょっとこっちに行ってそう、そこ開封します。じゃん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 、わわ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 、どういうこと、どういうこと、やすごい、赤い松坂牛や、わーまー見てください、これが松坂牛や、すごいもん。もうなんかどこの野郎か、これ松坂肉牛競争委員、松坂牛、はい、ありがとうございます。これが松坂牛や、よっしゃ。じゃあ早速食べたいと思います。はい、じゃあ卵を割ってね、割ったのですき焼きにして食べようと思います。じゃあこの火をつけて、はい、早速すき焼き作るぞイエーイ、ありがとうございます。最強お肉だ、最高、やったやったー。松坂牛って言うんですか、みんなは。みか松坂牛って昔から言ってます。なんかね、はい、卵をよくかき混ぜて、マックスも食べたいねマックスを狙ってます、松坂牛を。やったー、早く食べたーい。マッスタカ牛、早く食べたいです。めっちゃいい音ね。なんか久々のすき焼きです。あ、ありがとうございます。久々にすき焼き食べる、本当に。イエーイ、うわ美味しそう。え、でもまたちょっと赤いよ。いい肉だ。いいの？え、でも怖くない？いいの？はい。あー、見て、美味しそうです。皆さん、湯気が。これが松坂牛や。わー。美味しそう。大きいですね、結構。ではみー、早速食べていきたいと思います。では合わせてください。合わせました、いただきまーす。イエーイ、食べたいと思います。
いただきます。お母さんたちはこれおいいお肉、ママたちは反射する食べるんだって。あー待って待って、一回見せて。大丈夫。あー美味しいですね。もう楽しみすぎてお昼ご飯食べませんでした。いただきます。すき焼きはふが大好きで、ふと春菊が大好き。春菊ちっちゃうん。あとなんかすき焼きのタレでひたひたになったふが大好きです。もっと黒いふが好き。皆さんがギフトイベント頑張ってくださったおかげで美味しいの食べれました。みんなにもミグの食べかけですが、食べますか。はい、どうですか、美味しいですか。じゃあミグも食べます。いただきます。美味しい、柔らかすぎる。冷たい、お茶が冷たいです。ああ美味しい。ちなみに今日はちょっとめちゃめちゃアレルギーが発動してしまい、ちょっとブツブツがひどいんですけどでも今はもう大丈夫なのでお気にせずしてください。すいません、こんなすっぴんで配信してしまい。おうち感満載、イエイイエイ。しいたけ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 、ふ割れてる。春菊湯気がすごいです。ほらほらほら、湯気がすごい。熱そう、めっちゃ猫舌だから食べれるかしら。いただきます。うんうんうん、美味しいのを食べると拍手しちゃう。これやっちゃう、ふんふんってやっちゃう。めっちゃ美味しそう。食べて食べて。肉多分一人じゃ食べれない。うん、もう一枚食べくらい食べたら。うん。わじゃあ。
よだれ出てくるってね、よだれ出てきちゃう、実家感がすごいって面白い。椎茸だ、椎茸、椎茸の天ぷらとか大好き。いただきます。うん、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 みくりの胃が多分びっくりしとるはずってね、びっくりしてると思いますこんな美味しいものがお腹の中に入ってきたから多分なんじゃこりゃーってなってますね。うわ、もうお肉が、見て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 、湯気がすごいし、もうお肉が美味しそう、松阪牛の本気って感じ、すごいすごい、春菊春菊、あら崩れた、うん、豆腐、ありがとうございます。みんな食べますか、一緒にみんな夜ご飯、みんなもう夜ご飯食べましたか。まだの人は絶対お腹空いちゃうよねこの時間ね。お腹空いちゃう方は見ないでくださいお腹空かしちゃうので。ちょうだいだって、いいよ、見てお肉が大きい、え、すごい、びっくりしちゃってる今、肉こんないいお肉初めて食べたかも、すごいいい、いいお肉すぎて、うん、いや、まだいい、ちょっと、え、沖縄？一回面白い可愛い。じゃあ、あー、パクリ美味しいかな。なんか家族のさ前で配信してこういうのやるのめっちゃ恥ずかしい、もうしないなんか嫌だ、こういうちょっと恥ずかしいんだ。美味しいね、でもなんか今家族と仲良く食べてるので、なんか家族の前でこうやって配信するのがなんかね、気にしてない、気にしてないめっちゃ恥ずかしいんだけど、お母さんとかさいる前でさ、なんか普通に食べてあーんってしてんのめっちゃ恥ずかしくない、ミクだけ、ミクめっちゃ恥ずかしいんだけど、こういうのどんどんしてよってきてる、恥ずかしい。でもお母さん気にしてないみたいです。いただきます。うん、うん、お母さんとおばあちゃん、ありがとうございます。おいしい、おいしすぎる、おいしい、めっちゃおいしいです、本当にとろけるし歯ごたえもあるし柔らかい、とにかくこんないいお肉初めて食べた。そんなことはない、いつも世界一更新しちゃう。おいしい、ウーロン茶ちょうだい、うん、いい音、夏みたい、 Thank you。 はぁ、おいしいです。お肉がね、一枚一枚大きいのよ。ウィウィ、切らなきゃ食べれませんね、これはね。いただきます。いただきます、みくちゃん。
味しい。そして大好きな春菊。もう春菊ってさ本当にパパから LINE 来た。俺のはってパパ、あ、パパ、あ、うん、やべ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 、あ、やべ、どうしよう。パパあと1枚しかないよ。2枚しかなくてお母さんとおばあちゃん、あれ、あ、私半分こします。お父さん、あ、お父さん半分こ、これだけ残ってる、そうですよね、お父さん、あ、これ残っとく、お父さん取っとく、お父さん配信見てるってこと今だろ、俺タイミング悪すぎくない、タイミング悪すぎくない、いや残ってる、いつも見てないのにね、これでいいって言って、お父さんお父さん1個は1枚余ってる、これ1枚余ってる、見せてない1枚余ってる、ちゃんと1枚余ってる、お父さんの分ね、そう、お父さん、あのちょね、パパのちゃんとねあるよね、でかいからおばあちゃん半分こしよう、そうそうそう、一枚一枚がね大きいのよね、玉だけはごちそうだったよね、これやっぱね、お父さんも仕事頑張ってるからね、うん、すごい、お父さんちゃんと一枚大きいのね、ありがたい、あるからね、うん、ありがたいありがたい、お仕事頑張ってお父さん、うん、お父さん今お仕事中のはず、ね、お仕事中だよね、お仕事なんでショール見てる、なんでショール見てるの、バレないと思ったのに、バレないと思ったよね、だからねお仕事中の時間にかぶせて配信してたのね、ちょっとバレちゃったよね、本当にね。美味しい。ライン来た。ライン来た、怖いね。呼んで。好感度上げようとしとるよ。好感度上げようとしてる。俺のはマックスとイブに上げてくれっていう。泣きって書いて。泣きって書いてある。こういうのを発言させて好感度上げようと思ってるんだ。絶対に上げないくせに。赤身の部分が美味しい。ね、美味しいよね。春菊いただきます。あれね、なんか松坂牛も美味しいけど春菊とか麩とかも美味しいわね、うん、お母さん声可愛いって言われてるよ、うわ煽ってるでしょ煽ってるでしょ、めくちゃん声可愛いって言ってるお母さんの声よかったね、っていうかちょくちょくあの穴の開いたタンス映ってんのよ、え、タンス穴開いてないよ、今あれ、あ、やばい、これね、これか、マックスがタンスに穴開けました、お腹いっぱいになってきた、豆腐ちゃんいただきます、うん、あ、逃げないね、うん、おいしい、うんうん、フー食べる、フーいらん、もう一個ある、じゃーん、いいフー食べない、最後の一口松坂牛、最後の一口いただきます、いただきます、入るかな、これ結構大きくない、メイク、坂牛も食べる、坂牛、うん、食べる、うん、いただきます、食べ比べ、うんうん、松坂牛の赤身が美味しい、うん、脂が美味しい、うんうん、はい、うん、うん、よいしょ、サンキュー、うん、ちょっとそうか、煮詰まってきた、うん、火消すね、うん、なんか美味しいもの食べると一瞬天国行っちゃう、こうやってなんかはぁーって幸せ幸せ幸せ、マックスが離れないんだけど、うん、おいしい、幸せ疲れ幸せ疲れ、おいしい、あ、ウーロン茶くださーい、また、うん、卵割る、いらない、ありがとう、
しい。最後に食べてもらって一旦消えましょう。リブちゃん、やっほー、久しぶり。久しぶりだね。イブです、元気です。うん、イブちゃん元気だね。今日もイブは元気です。尻尾フリフリしとる、かわいい。おいしい。うん、お腹がお腹いっぱいって言ってからちょっと休む。甘い佐賀牛。食べるぞ。絡めて絡めて。やばい、佐賀牛美味しそう。甘っ。マジ。美味しそうすぎるんだが。佐賀牛です。次はこれはね、家族が買ってきた。いただきます。どっちが好きか。うん。佐賀牛は甘いもんね。うん。買ったな。松坂で買ったか。うん、佐賀でしょ。待って待って、うん、うん、うん、松坂、うん、松坂かも。確かに佐賀は美味しいんだけど、一口目の感動はやばいの、甘くて。でもやっぱ長く愛し続けれるのは松坂ですね。あ、それな。やっぱもう一個で満足しちゃうね。きます。最後、下下下で愛犬が見とるんよ。いただきます。膝の、うん、おいしい。おいしい。やっぱね、みんなが頑張ってくれてゲットしたお肉っておいしいね。うん、おいしい。圧が。ごちそうさまでした。おいしかった。お腹いっぱいだ、めっちゃ。お肉もらったのだって。ショールームのなんかイベントみたいなギフトのやつで、ファンの方がねギフトとかをね頑張ってくださってね、ミクにね松坂牛をプレゼントしてくださったんです。ありがとうございます。もう幸せ疲れ、お腹いっぱい。ということで、まあ配信して食べるって言ったので、美味しく食べれました。じゃあランキングを読んでいきます。お腹いっぱい。久々になんかこんなしっかり食べてしまって、めっちゃお腹がいっぱいです。ありがとうございます。13位からサクさん、トロトロサーモンさん、内鉄さん、ナオッチョマイト、階段リューチェルテル、カルミさん、もったいないから吐くな、シゲピー、何堀の宇宙道、ケンさん、川村さん、ありがとうございます。久々に食べた、お腹いっぱいになっちゃった、めっちゃ。はい、もう美味しかったです、本当にありがとうございました。松坂牛勝利ってことで、もう松坂牛勝利です、本当にありがとうございました。美味しかったです。あ、お父さんにもあげなきゃね。ありがとうございました。バイバーイ。何、すき焼きの締めは、締めはうどんがあるんですけど、みかんもお腹いっぱいで倒れちゃいそうなので
ぐらいにしときます。バイバーイ、ありがとうねー。